ベリッシマは1951年公開のイタリア映画である。監督はルキノ・ビスコンティ。モノクロ・スタンダード115分。原案は自転車、泥棒、ひまわりの脚本で有名なチェーザ・レザ・バッティーローマを舞台に映画出演のオーディションに合格するために奮闘する母子を描いたビスコンティ唯一のコメディ映画。助監督に フランチェスコ・ロージとフランコ・ゼ・フィレッリが参加している。チネチッタ撮影所で映画の子役オーディションが行われた。マッタ・レーナは夫のスパルタコに内緒で娘のマリアを連れて行くが、娘が迷子になり、遅れてしまう。マリアは発音がうまくできなかったが、死を暗唱して一時審査を通過する。途中で会ったスタッフのアンノ・バッチに写真屋を紹介してもらい。 さらに元女優の演技の先生を雇い、バレエを習わせ、衣装を新調して二次審査通過に備えた。他の母親がコネを使っていると聞き、アンのバッチに、看護師の仕事で稼いだ5万リラを渡して関係者に、根回ししてもらうように頼んだ。ところが、アンのバッチはその金をバイクを買うのに使ってしまい、さらに、マッダレーナを誘惑するが、彼女は笑い飛ばして、相手にしない。 審査のための撮影が終わり、映写室で監督たちがフィルムを見ているのをこっそり見せてもらう。ところが、マリアは消すように言われたケーキの上のろうそくの火を消すことができず、さらに死の暗証で詰まって泣き出してしまう。それを見た監督たちが大笑いし、マッタレーナは娘が笑い者にされたことに深く傷つく。結局、マリアは合格したのだが、娘を笑い者にする。 映画会社に憤慨し、契約を突き跳ねた。ありがとうございます。